東京都知事選。小池百合子氏が2回目の当選を果たすという結果に終わったよね。まあ始まる前から言われていたことだけど、なんか圧勝というか、激レースというか、微妙な結果だったよね。まあ最終開票結果としては、小池氏366万、宇都宮氏84万、山本氏65万、小野氏61万、桜井氏17万、立花氏4万で、投票率は 55% だったみたい。なんかこの結果を見てると、組織票を感じざるを得ないよね。桜井誠氏もネットの力でここまで票を伸ばしたのはすごいと思うけど、やっぱりこの組織票を打ち破らないと、今後の選挙の形は変わらないだろうね。でもね、そんな都知事選が終わって、ある方が微妙な発言をしてるんだよ。ちょっと次のツイートを見てみて。ラサール氏、皆様、よく頑張りました。宇都宮に山本足して、小池、小野に7対3。初回でこの点数なら十分ひっくり返せる。4年後の逆転勝利を目指そう。何かスキャンダルで、意外にチャンスは早く来るかも。でも次は橋本とかも来るかも。監視しましょう。まずはコロナ、そしてオリンピック。築地に満員電車も。スキャンダルで意外にチャンスは早く来るかもって何言っちゃってるんだろう。スキャンダルではなく政策で支持されないと意味がないと思うんだけど。でも相変わらずこの人ってパヨ色が濃いよね。まあどうでもいいけど。とにかく都知事選、組織票まみれの結果に終わったけど、マスコミが完全に無視していた桜井誠氏が、マスコミに頼らないネットの力だけで17万票を得たのは大きな意味があると思う。これから4年後の都知事選、今度はネットの力がどのように働くのか、見物だね。